さすがにガキに2連敗もうちがするということに、ね、なりたくないので、そんな18歳に2連敗してるようじゃもうダメでしょ本当に。上昇軍団のドン、ここまで言わしめた若武者、栃木の怪道関口優斗18歳、一度火がついたら止まらない高速回転の打撃ラッシュ、さらに最後まで諦めない精神力の強さも併せ持つ、 VTJ でも勝利を挙げたわずか3年半の MMA キャリアのこの男、もうその目はずっと先を見据えている。勝つのは大前提で、やっぱりお客さん見て楽しくないと、まあ、プロとは言えないかな。やっぱ UFC のベルトもあったんで、まあ、日本人だけじゃなくてアジア人のまずベルトも空いてないっていうのは自分の中ではちょっと残念かなっていう感じするんで、どんどんステップアップして最終的には UFC に。そしてこの関口を育て上げ、次なる世代の子供たちも預かる代表の阿部は豪華だ。負けん気も強くて、常にちゃんとした自分のビジョンを持ってる素晴らしい選手だなと思います、はい、この子たちはユウトのこと憧れて、すごい頑張ってくれてるんで、すごいいい相互効果っていうか感じだと思います、はい、そんな栃木の若きヒーローの前に立ちはだかる男、上昇軍団の精鋭大越貴博、ドライブ東京 MMA で磨いたその技術と、いかなる時も動じない強き心を武器に相手を仕留める男、同門の後輩若松の敵討ちなど最初から考えていない。なぜならこの試合はまだ MMA の本当の怖さを知らない坊やにそれを教える戦いだ。特に思いはないです。うちのユウヤと対戦してるっていうのは知ってるし、まあ、特にそこに、まあ、あの子かっていう従来ですかね、まだ怖いもの知らずすごい勢いがある。なんか昔の自分ががむしゃらだった時あんなんだったなって少し思っちゃいました。リングに上がればやることは一つ、さあ怪道とよかかってこい。自分がメインだろうがオープニング回答だろうがやることは一つ、自分の理想する戦いに少しでも近づけるような試合になります。そして勝つ、それだけです。相手が考えてる一歩上行ければいいかなっていう、まあ、勝つ自信は全然あるので、もうだいたいイメージはできてる、まあ、絶対ケアが一本で勝ちます。上昇軍団の誇り、地方格闘家の希望、注目の対戦、今そのゴングが鳴る。優勝みたい、頑張って。トリプルメインイベント第1試合、株式会社ジョイプロジェクションプレゼンツ、バンタム級5分2ラウンド延長1ラウンド、大越貴博 VS 関口優斗。